皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2020年7月7日に公開された、第28期銀河戦、G ブロック9回戦、畠山守八段と、野月弘隆八段の一局をお送りするぜ。それでは対局者紹介よ。まずは先手の畠山八段、1969年、神奈川県出身の50歳、今期竜王戦は3組、順位戦は B 級2組だな。双子のお兄さん、畠山成幸八段と同時にプロ入りした、というエピソードは有名ね。また、関西奨励会の幹事を長く務めたことから、関西所属棋士の育ての親の側面もあり、礼儀作法や生活について、かなり厳しく指導していたようだ。ダニーこと、糸谷八段は、こんなに叱った子はいない、と言われるくらいものすごく厳しい指導を受けていたみたいね。その指導が、現在の人気の礎になっているのかもしれないな。実力はあっても態度がめちゃくちゃ、じゃ苦労するもんね。だよな。さらに、将棋の普及活動に積極的で、いろんなイベントや広報活動にご尽力いただいているわ。こういう先生がいらっしゃるおかげで、将棋が身近に感じやすい、という、とてもありがたい先生だ。本当、感謝したいわ。一方、後手の野月八段。1973年、北海道出身の47歳、今期竜王戦は4組、順位戦は B 級2組、一般棋戦優勝2回の成績があるわ。おしゃれとサッカーをこよなく愛し、とても行動的な先生だな。あとお酒もね、飲み仲間である、木村大江やなめかた九段とは特に仲が良く、アベマ TV トーナメントでは同じチームとして活躍したな。他にも、同じ北海道出身の屋敷九段とも、いい関係を築いているみたいね。むしろ、いろんな先生と旅行に行ったり、スノーボードをしたり、とても行動力があって、人生を謳歌している気がするぜ。そういう方のお話って、総じて面白いのよね。酒の席とかでいろいろ聞いてみたいよな。そんなの月八段、棋風は性格を表したかのように積極的、かなりアグレッシブな将棋を繰り広げるわ。それは先手の畠山八段も同様で、守るは攻める、とまで言われる攻め将棋だ。このお二方の成績は7戦して、野月八段の4勝、畠山八段の3勝、互角の面白い将棋が期待できるわね。そうだな、期待しよう。それでは皆さん忙しいかもしれないけれど、ここでくらいは、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、畠山八段。マリサが後手、野月八段だぜ。それでは、よろしくお願いします。7六歩。3四歩。2六歩。さてさて、どんな戦型になるんだろう。4四歩。後手は振り飛車も匂わせたな。4八銀。4二銀。6八玉。4三銀。5八金右。先手は美濃か穴熊、銀冠。3二金。後手は雁木、右玉長だな。7八銀。それではしばらく駒組みだよ。8四歩。4六歩。8五歩。7七角。6二銀。4七銀。6四歩。5六銀。6三銀。3六歩。5二銀。これで囲い自体はほぼ終わりだね。7九玉。美濃は手軽で硬いからいいね。5四銀右。あとはいつ攻めてくるか、だな。2五歩。3三角。1六歩。1四歩。9六歩。端歩を突き合わず、玉ポジを調整。4一玉。
37系。4筋が鍵を握ってきそうね。74歩。線形は右飛剣飛車左美濃兵。48飛車。飛車角銀系の破壊力。31玉。一旦力を貯めるよ。49飛車。42金右。いよいよ張り詰めてきたね。66歩。格闘に狙いを定める。72飛車。67金。ではこちらから仕掛けさせてもらおう。75歩。調布。同飛車。76歩。72飛車。45歩。調布。いつでも歩を補給できるようについておく。15歩。調布。後手の屋根を剥がしていこう。35歩。なるほど、狙いがあるんだろうが。調布。受けて立とうじゃないか。45銀。超攻撃的に行くぜ。55角。54銀。調布。ここまでして帰るだけってのはありえないよね。46銀。当然だな。飛車と差し違えに行くぜ。38銀。早くも攻め合いということね。55銀。49銀ならず。64銀。次の58銀が急所に刺さるぜ。39飛車。早逃げすれば問題ないよ。88玉。37飛車。なる。銀を支え角道を開ける。65歩。さすがにその車線は締めたいな。44歩。だったらこじ開けるまでだよ。45歩。やや分が悪いか。そういう時は戦線拡大だ。86歩。調布。金がどけば一気に面白くなるな。55桂。調銀。調布。こちらも後手陣を乱しに行こう。44歩。調銀。43歩。53金。おや、素直に取っては来ないんだね。そうだな。もしここで素直に同金すぐとした場合、64角が王手香取り、飛車もピンチだ。かといって同金左とした場合、そもそもの形が悪い上に24歩から玉頭に迫られ、大変な局面になってしまう。ならば嫌味はつけられるが、飛車の利きもあり、守り駒の多い形にしたわけだ。でも、こちらとしては自玉は硬いし、後手陣へのきっかけが2箇所あるからね。この流れは収穫と見て良さそうね。このまま圧力をかけ続けたいね。64歩。87歩。長玉。75歩。調布。46龍。集中砲火は避けたいところだね。56歩。一旦遮るよ。64金。65歩。83角を狙ってやがるな。63金。そう安易に行くとは思わないでくれ。12歩。後手陣に傷を作っていこう。調教。24歩。調布。34桂。一気に忙しくなってきたな。41歩。22歩。これは厳しい。だが放置するわけにはいかない。調金。42歩。なる。調布。22桂。なる。超玉。玉頭と金の両睨みだよ。41角。ぐぬぬぬ。
金は大切だが、三三玉、王様の命には代えられない。六三角なる。かなり厳しい状況だ。七五飛車。五四金、七五桂、馬を取ってからの王手金取りを狙う。六五飛車。今馬は上げられないな。五二馬。四三銀。長金。調布、一旦攻めが途切れたか。六六銀。七五桂。長銀。長飛車。再び寄せにかかるよ。五四金。まだまだ、粘って気を伺うぞ。四二金。五一馬。まだまだ、五三銀打つ。長金。長銀。一旦セーフティーにしたいね。七六歩、未だ厳しいが、引きは脱した感じだ。七一飛車。悔しいけど一時撤退。八四馬。自陣が硬くなって楽になってきた。四四銀。歩を回収。五五歩。玉頭に嫌味をつけるぜ。八五歩。天井に穴を開けるのは嫌だよね。超馬、毒まんじゅうに食いついた。これはチャンス。七四金。しまった、馬が捕まった。六八角。どうせ助からないから手を進めるよ。三七竜。あやを作って局面を難しくするよ。四六銀。竜に当たるし、玉頭も押さえてる。二七竜。逆転はしたがまだ油断はならないな。七四馬。長飛車。四五歩。六六歩。秒読みなら再びの逆転は可能。七七金。ここは耐えるよ。五三銀。二八歩。四七竜。三五銀。各筋を消しつつ不鳴るが美味しい。五七歩。痛い。まだまだ諦めないよ。三四桂。局面を複雑にしていくよ。三二金。これも一歩間違えれば逆転だな。四六金。三七竜。五九角。二八竜。ここで渾身の勝負手。二六角。この次、二四銀が王手になると同時に、五三角なるへの道ができるね。それは困るな。五三角なるの後、王様が孤立してしまう上に、四六の金が不気味だし、先手の包囲網がかなり危ない。かといって同流とするにはもったいない。一番いいのは五二二歩を打ちたいが、それは二歩だ。困ったが秒読みで時間がない。六四角。おや、もしかしなくてもこれはチャンス。六五歩、しまった。これは停滞。七三角。二四銀。長玉。五三角なる。ここは再び耐えるしかないか。三四玉。三五金。二三玉。二四歩。長飛車。長金。長玉。わっしょい阻止の防波堤だよ。三五銀。なんとか守りを追加したい。二三玉。どこかで隙を作らなくては。四四歩。駒が足りないから歩が欲しい。この隙に、六七歩なる。こちらも勝負手だ。四三歩なる。残念、ここは無視。七八と金。長金上がる。二二金。二四飛車。
潮流。潮銀。潮玉。二五歩。潮玉。逆転に次ぐ逆転、これで終わりよ。二六飛車。ぬぬぬぬ。苦しいながらも一時は逆転したが、秒読みの落とし穴にはまってしまったか、早指し棋戦恐るべし、悔しいが仕方ない。負けましたー。ありがとうございました。形勢が目まぐるしく変わるすごい将棋だったな。やっぱり早指し棋戦には魔物が住んでいるわね。全くその通りだな。序盤はお互い攻めの姿勢で殴り合い、先手の畠山八段がペースを掴んで、押し切るかと思ったところ、114手目の5三銀打つ。これが後手陣を一気に固くする手で、窮地を脱するとともに、先手のアドバンテージ、陣形の硬さに追いついた手ね。同時に、手駒に金を入れられるのは大きいよな。そして122手目。一見手堅い手に見える同馬が、逆転の手になる美味しそうな毒饅頭。危うく中身のあんこが漏れ出すところだったわ。それは閲覧注意だ。そして決定打になった145手目の勝負手。ここはやはり同友が良かったのかな。さらなる長期戦にはなるけど、それが最善手ではあったみたいね。あとは、攻め合いで5八歩なるか。そうね。でもやっぱりどれも危ない筋だから、30秒の中で決断するのが難しかったわよね。やはり30秒は恐ろしい。さて、この結果を受けて畠山八段は10回戦に進出。同時に、増田六段の最多連勝による決勝進出が決まったな。トーナメント勝者が決まるよりも先に、進出が決まるというのも面白いわよね。この方式の特徴だよな。そして畠山八段は次戦、深浦九段との対戦ね。これまた実力者。そして人気者、注目の対局になりそうだ。今から楽しみね。さて、それではこの辺でお開きにしようか。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いするぜ。それではまた次回も、ゆっくりしていてね。